人参とごぼうと大根。人参とごぼうと大根は三人ともいつも泥だらけ。それもそのはず、他の野菜は大地の上で育つのに、大根とごぼうと人参は土の中で大きくなるからです。昔昔のこと。いやあ、ごぼう丼、お前様は今日も泥だらけだね。ああ、だけどそういう人参丼も大したものだ。どんな顔かわからないじゃないか。ねえ、大根さん。私たちはいつも泥まみれですから。そこにピカピカのナスがやってきました。やあ皆さん、お集まりで。それにしてもどなたがどなたでしたっけ。おいらが人参で、わしがごぼうで、私が大根でございます。そう言われてもみんな泥だらけだから区別もつきゃしねえ。ナスがそう言うとウリも加わって、いっそ区別などしないで同じ名前で呼ぶといい、などと言って囃し立てます。いやいや、おいらが人参で、わしがごぼうで、私が大根でございますよ。同じ名前にはなりません。するとそこに豆もやってきました。そうだ、皆さん、お湯に入ってごらんなさいよ。泥が落ちたらきっと皆さんのお顔もわかりますよ。風呂か、それはいい。それじゃあお湯に入ってみましょうか。こうして人参とごぼうと大根は風呂を沸かすことになりました。大きな風呂桶に水をためるのは一苦労です。それでも何度も水を運び、ようやく風呂桶は水でいっぱいになりました。それから火を起こして薪をくべ、湯を沸かします。これで準備は整いましたよ。さあ、ごぼうさん、お先にどうぞ。いやいや、わしは後からいただこう。人参丼、お先にどうぞ。それじゃあ、おいらが先にいただきましょう。人参が風呂に飛び込もうとすると、大根が言いました。ちょっとお待ちなさい。お風呂の底は熱いから、気をつけて。すのこを沈めてお入りなさい。人参はすのこの上からそっとお風呂に入ろうとしましたが、ひや、冷た。お湯がまだ十分沸いていなかったのです。大根とごぼうは一生懸命火を強くしました。お湯加減はいかがですか。まだまだ。大根とごぼうはもっと火を強くしました。湯加減はどうだい。まだまだ。人参はちょうど良い湯加減というものがわからないので、熱いのをじっとこらえていたのです。すっかり湯だって真っ赤になると、ついにたまらず飛び出しました。おや、人参丼はこんな顔だったのか。ごぼうさん、お次はどうぞあなたがお入りください。それでは
今度はわしがいただくとしよう。あちちちちちち。あんまりお湯が熱いのでごぼうはすぐに飛び出しました。これでは全身がまだ泥だらけのままです。最後に大根がちょうどいい湯加減になるまで水で薄めて、ゆっくりお湯に浸かり、体をきれいに洗いました。それで大根は白くてツヤツヤになりました。だから今でも人参は真っ赤、ごぼうは真っ黒、大根は真っ白なんだそうです。